ました。メイちゃん。じゃあ今日は、はい、お庭で焼き鳥をいいねやってみましょう。外に出られへんからメインはね、うん、焼き鳥のタレをまず作っちゃおうと思うんですけど、ちょっと待ってよ。こっちが砂糖が大さじ3と醤油大さじ5で、みりんとお酒ね大さじ1ずつで調合しました。調合調合まだ調合してないけどここ入れてもらってやる。さしすせそうか。さしすせそうは別に順番じゃないじゃないの。シーナでさシーナでさ、いやさっしやろ絶対まだない火つけへんの。まだまだだって砂糖焦げるよ。シーうん醤油はせいやけどみん今日は寝かす分量を消費する日や。なんでも使い差しで次開けるやつ。リンスもせやし、プロテインもせやし。これも。はい。ネギってサラダ油塗った方がいいんですか。あ、焦げへんようになる。じゃあここにね、鶏が。串はね、一晩つけてないか。何してんの分からへんね。てか、ネギでかない。でかい切ったやんだから、これでいい。いや、これでいいってもう切った後だし。クロセスパイスを使って、これ絶対美味しい。七味入ってるんじゃん。あ、そうか。タレも塗っていく。うん、塗っていくのも塗ってかけるぐらいだ。スパイスでございます。結構トロッとしてる。やろ、うん、それがいいから。はい。はい、こんな感じです。うん、塩ね。はい、塩でございます。はい。スパイスね。はい、それじゃあね、これを庭で食べますか。飲みますか。飲みますか。はい。開けて。はい。これもジュージューボイを使って焼いております。いきましょうか。皮の油から皮の油と火力すごいな、うん、この前あれやな、家の中でえらいことだったよな。そうや、もう何日か匂い取ればね。でもたまにこれしたくなんねんな。うん、美味しいからね。このイブされて、そう、煙がね、こうイブス感じ、鶏をね、それが美味しさを増さすんだ。うん、何談義ん炭いぶし談義。これでも銀紙してたら怖くないね。でもやっぱり水につけてるからいつもよりは焦げにくくなる。油滴っとるからね。うん、うん、めちゃくちゃ美味しい。あのクロセスパイスが、うん、正解、うん、めっちゃ美味しい。いただきます。うん、皮最高。秘伝のタレ。これやったらあれやね、うん、小スペースでできるからいいよね。片付けも簡単やし、したことないけど。いきます。うまい。え、これも取れちゃった？うん、そこにした。ええね。なんか片付くよね、いろんなもの、うん、家にずっといたらいろんなもの片付く。ずっと片付けしてるやん。うん、ならこの前さ、うん、めっちゃ面白い写真いっぱい出てきたよね。うん、できたな。できたな。私だってあれ知らんもんな。知らんな。だいぶ若い時のやつな。うん、あれだって、うん、殺し屋みたいな。弱内不幸やな。あの、
タレめっちゃ美味しいよ。美味しい。うん。タレいけてるよ。いきます。美味しいこれ。うん。じゃあここでちょっと力いってみましょう。これ天ぷら。タコネギ。うん。タコネギとねごぼう。なんかこういうの天ぷらって言うんかな。生姜の天ぷらってないんやろ、うん、関西しか。俺が小さい時はあの商店街行ったら大丈夫けど。そうなんや、うん、なんかでもあんまり普段とやってること変わらない、うん、そうやな基本家から出えへんから。アリスがチラチラ見てるなかなかホラーやなフライしたんだよ。札幌黒ラベル。お、来たよ、大盛り。います。私は黒ラベルが一番好きやな。こんな感じで焼けました。うん、ここはよく出る。ごぼう。いきます。こっちあんまりこぼれてない。うん。どう？おいしい。いただきます。うん、熱いんやろ。お酒で赤いんじゃなくて。いや、両方両方。はい、というわけでね、庭で焼き鳥をして、夫婦でね楽しんでみましたという動画でした。外に出られへん日がね続くんですけどね、こうやってお庭で、焼肉することで結構ね焼き鳥することね結構楽しめますんでね、はい、皆さんもね、頑張っていきましょう。また来週もねなんかネタ見つけてやってみたいと思います。はい、というわけで以上です。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ごはさんのムービー GO でした。バーイ。ポヒョ。最後にまた来週。また来週。バイバーイ。